毎週気になる注目アーティストの素顔に迫りますチェックインアーティスト。今日はこの方です。改めてご紹介いたします。榎本敦子さんです。こんばんは、榎本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段から声が可愛いですね。そうですか。キャプテン翼の、はい、翼くんの彼女の役を。そうです、彼女になりたい子ちゃんです。そうですよね。まだ片思い中なんですけれども、ちょっとやってもらってもいいですかね。あ、はい、わかりました。頑張れ翼くん。そんな感じでやってみます。学ラン着て旗を持って応援してる。ごめんやってます。デビューは声優さんで。そうですね、はい、もうこの4月で5年目になりました。はい。そして、歌手デビューをされた。はい。このきっかけっていうのは、昨年の5月に、エンジェル・クレイヤーというアニメーションの主役の女の子をやってたんですけれども、それの主題歌で一応歌手デビューという形で、今まであのキャラクターソングとかはたくさんたくさん歌ってきたんですけれども、私名義の歌っていうのが初めてそれで出まして、今回セカンドシングルという形です。はい。声優、歌手、そして写真集も出されてる。そうなんですよ。グラビアアイドルでもあるというグラビアアイドルがアイドルアイドルもうアイドルオーラが出てます。いや、そうですか。はい、しまってしまう。そう、年齢で言うと、はい、私よりも一つ下のはずなんですけど、はい、なんでこんなに色気があるのか不思議です。中にない。ちょっと分けていただきたい。本当に声優雑誌とかで結構グラビアっていうお仕事も多いんですけれども、はい、この間個人で写真集を出しまして、何でしょう、初めてこう企画から携わるっていう感じで、アニメとかだとどうしてもやっぱ使われてる感があるんですね、うん、この役を誰かがやってくださいって言われて参加するみたいな感じなんですけど、やっぱり企画から一緒にこういう写真が撮りたい、こういう服が撮りたいっていう話をしたので、すごいやりがいがあって。じゃあ榎本さんのアイデアがたくさん生きてる写真集ってことですね。はい、なんだろう、エッセイみたいなものもいっぱい入れたので、はい、丸ごと榎本な感じになってます。ニューシングルの話をちょっと聞きたいんですけれども、はい、テレビ東京系のテレビアニメキャプテン翼、はい、エンディングテーマなんですよね。そうなんです。翼自体はこの間の10月から放送してるんですけれども、4月から、エンディングテーマを歌わせていただいてまして、やっぱり早苗役をやってるっていうこともあって、その作品に対する思い入れがやっぱり強いので、そのエンディングテーマを歌えるなんてもう大感激ですね。はい。今後の活動予定というのは。そうですね、セカンドシングルが出たので、これから全国を多分イベントで回ったりとか、大きめのラジオの公開録音とかも、やっていく感じなので、なんかいろいろバランスよくやっていけたらなと思います。これあれですね、キャプテン翼を見ながら榎本さんを思い出しながら榎本さんこれやってるんだよって思い出してもらえると嬉しいです、ね、見てみたいなと思います。はい、はい、では最後に曲紹介をお願いします。はい、はい、現在発売中です。榎本敦子で Keep on Going。 弱気な種を瞳に吸い込んで、沈む夕日にため息落としたね。壁の前で焦る君は迷路から動けない。夢が途切れそう、悩みに胸を塞がれたって、希望のドアを探
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。